転送合体これで完成グランド五星グレート降臨 <noise> おおでかい見事に変形合体しましたこれが、グランド五星グレートおたはの秘密基地ここからは、私たちのターンだ動画をご覧の皆さん、こんにちはおたはです今日紹介するおもちゃは、これだ転送戦隊五星じゃ転送合体 デュアルコンバイン、グランド5世グレートだ <laughs> ああ、全国の超激世代、戦隊ファン、ガンゲロウ、集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっ子はぜひ、大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう今日は前回のデラックス5世グランドの続き、いちごロボの5世グレートと強化合体、デュアルコンバインし、グランド5世グレートになります。 さあ、それではね、早速合体させよう。いきます転送合体この合体パターンも面白いですね。まずは五星グレートからの合体準備。五星ャーのことやね、このおもちゃのことを知らない人もね、一緒に楽しもう。男はみんな強化合体が大好きですね。武器を取り外し、ウィングを後ろに持っていき、腕を取り外す。反対側も同様よ。そしたら、頭部を収納。 そしたら、ドラゴンヘッダーを取り外し、最後は足。タイガー。スネークヘッダーを取り外せば。これで、5000グレートの合体準備状態完了。そしたら、5000グランドの登場。少しずついこう。まずは腕。両腕を取り外したら、これが、みんな大好き。下駄になります。こうですね。これが、ここのカバーを起こす。 反対側も同様。このように起こしたら、取り付け。やり方的には、先に押し込んだ後、前方に持っていくという感じですね。ここに5000ヘッダージョイントの受けっぽい穴があります。この穴にぴったりフィットします。せーの。押し込んで、お、これちょうど黒いパーツだから、見えたかな <laughs> ここをね、押し込みます。反対側も同様。 せーの。押し込んで、前方に持ってくると、ロックがかかります。で、この状態だと、アンバランスなんですね。この左右のパーツを、このように下に下ろすと、がっちりします。安定感が増すと。ここすごいですよね。さあ、そしたら、背面。このパーツですね。このシルバーのパーツを、取り外し、このように開く。 でここにジョイントがあります。このジョイントを使って背面のこことここにセットします。か。これがサイドスカートになるわけですね。ここからさらにバラしていきます。頭部。胸部パーツ。そして足。そしたら、このボディーパーツがここに来ます。 で、さらにこれ面白いのが、ここ。このパーツを展開し、このパーツを傾けると。で、ここでしっかりジョイントするわけですね。反対側も同様。ここすごく洗練されてますよね。さあ、次は腕。ナイトブラザーのシーレオンが右腕。反対はスカイオン。 そして、タイガーヘッダー。さらに、上のジョイントに腕のパーツ。これはフェニックス。反対は、スネークにシャーク。そしたら、胸部にドラゴンヘッダー。そしたら次は武器。五星グレートの武器を、一旦外して、これを、間にこのパーツを噛ませるわけですね。ここに、 グリップが出てきます。そしたら、ここの先端にヘッダーを取り付けます。クワガヘッダー。か。これを右腕に持たせる。さあ、そして最後は頭部。五星グランドの頭部を取り付けて、角に当たる部分をこのように開けば、これで完成グランド五星グレート降臨 おーでかい見事に変形合体しましたこれがグランド五星グレートちょっとね、早速手に持ってみようちょっと五星ランサーちょっと外して。あー、いいねあの、手にずしっときます。こんな感じ。全体のプロポーションはこんな感じで、合体方式で言うとこう、1号ロボをこう強化合体するロボットがこう、挟み込むような。 上下による強化合体なんだけど、このパターンだとどうしてもこう上半身に結構ボリューム、ボリュームが行きがちなんだけど、こう全体を見るとね、うまいことまとまっています。この合体方式で有名なのは、そうだね、高速戦隊ターボレンジャーのスーパーターボロボ。あれにちょっとこう似たような合体パターンかなと思いました。うんだけどね、ところどころこうロックの強化があったりとか、すごく戦隊ロボとしてのこう進化を感じるね。あとはゴセージャーといえばこのヘッダー。 ヘッダーがね、この上のところに来て、うん、これもまた統一感があります。横。そして後ろ。こんな感じですね。で、どうしてもこう、やっぱヘッダーが、あの、いつものテーマになってるんで、こういうところに穴が開いてるとなんかこう、穴というかね、<laughs> なんかくっつけたくなるんだけど、うん、一応これでが完成状態ですね。近くで見ていこう。まずは上半身及び頭部のアップ。まあね、この五星グランドのところから、こう、角がパカッと割れた。 頭部となっています。グランドゴセイグレートの初登場はエピソード23。燃えろ、ゴセイジャー。当初はゴセイジャーとゴセイナイトはちょっと距離があったんですよね。なんだけど、だん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 溝が深まっていき、こう絆ができて。で、私のターンだといつも言ってたんだけどね。ここから私のターンだと言ってたのが、ここからは私たちのターンだと言ってね、この合体を果たします。あそこのエピソードはすごく感動的でしたね。 それから肩。両側に五星マシンがあります。パッと見は違和感あると思うんだけど、実際ね、実物を手に持ってみるとね、すごくごつくていいんだよね。それから胸部。この五星ドラゴンの周りにこうゴールドの装飾があって、より迫力が増します。で、さっきも言ったけど、ここなんかくっつけたいよね。それから足回り。どうしてもね、この辺がこう貧弱になりそうなのをこのサイドスカートでカバーしてたりとか、ここの合体ジョイント。あとはこう、 プラプラにならないようにちゃんとこういうパーツがついてたりとかして安定感がかなりあります。これは本当によく考えられてるよね。ちなみに可動に関してはまあ腕のみですね。で、さらに後ろにこうウィングがあるのでまあ干渉するところがあるという感じです。で、この武器の五星ランサーの先端にはヘッダーがついています。これはランディックのこう能力なんだけども、これ以外にもスカイクシーク。えっ、ー、とね、タカヘッダーとマンタヘッダーだったかな。 劇中では、それらも使ってね、戦っていました。グランド五星グレートの必殺技は、地割れと共にマグマが吹き上がる。その吹き上がったマグマにより敵を爆発させる。グランドグレートストライク。タカヘッダーにすると、こんな感じ。この時の必殺技も同じく、グランド五星ストライク。この棒の部分がね、こう伸びて敵を一突き。あとは先端の部分が、こうね、三つに割れて、これで攻撃してる時もありました。 あとは、マンタヘッダー。そう。いずれのヘッダーも、5、えー、セーグレートに乾燥があったりした時の頭部なんですよね。取り付けると、こんな感じ。この時は必殺技は確かなかったんだけど、ちょっと演技悪いんだけど、この時の攻撃方法がこう、津波を起こすっていうやつでしたね。こう、水しぶきがたくさん上がっていました。さあ、そしたら比較いこう。デラックス、データスハイパー。一緒に並べるとこんな感じ。 うん。やっぱさすがは強化合体してるだけあって大きさが全然違いますね。あとはこれも比較しよう。五星グランドとハイパー五星グレート一緒に比較するとこんな感じです。で、このハイパー五星グレートはさらに強化合体します。そう、五星グランド。全部が合体するわけじゃなくてヘッダーです。これは五星ジャー対真剣ンンジャーに登場した合体ですね。ハイパー五星グレートは頭部を収納しヘッダーを 一度取り外して、これを横ですね。両腕にくっつけ直して、頭部はね、干渉するので、一度後ろを外して、取り付ける。そしたら最後、スカイオン。そして、落ち <laughs> ごめん。<laughs> すま、ヘッダーを落としただけなのに <laughs>。 こうはね、言わない方がいい。ああ、今言って失敗したなもうこれただの親父ギャグだね。<laughs> 取り付ければ、これで完成グランドハイパー5世グレート。この姿を見た敵は、ハイパー5世グレートの時同様、なんだあの化け物はと言われましたね。必殺技は、全部のヘッダーの力と、真剣者の文字からの力。文字からヘッダーストライク。ヘッダーとともにね、こう文字が。 あの、真剣者のお馴染みのあの文字が飛んでくってやつです。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回の転送戦隊5星じゃ、転送合体、グランド5セーグレートのレビュー、いかがだったでしょうかレビュー中にも言った通り、こうね、コアになる1号ロボに、こう、合体する上下合体。これは一見、プロポーションが崩れそうになるんだけど、うまいことまとめてますね。実物を手にするとすごく力強いフォルムになってて、非常に満足感があります。 さあ、ゴセージャーのおもちゃ、まだまだあります。これからも順次レビューしていくので、楽しみにしていてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。俺もゴセージャーが好きだ。戦隊が好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕はツイッターもやっています。ツイッターのフォローも、どうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たはー、俺はゴセージャーの直撃世代だよ、とか。あ、世代じゃないけど、ゴセージャー好きだよ、とか。 あ、この変形パターン良かったね、とか。あ、僕は、スマホを落としただけなのに見に、見たよ、とか。<laughs> 他にもね、今回のおもちゃのこと、他のおもちゃのリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、を待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おどうでしょう空に輝くレインボー。またねー